はい、皆さんこんにちは。 SGP フォレスター TV です。今回はスバルフォレスターウィングシート仕様をご紹介いたします。まずはですね、エクステリアを見ていきたいと思います。はい、ということでまずはですね、エクステリアを見ていきたいと思いますが、フォレスターは今回の年次改良で C 型となり、ヘッドライトにブラックベゼルが採用され、目元がですねキリッと引き締まった印象があります。このヘッドライトのデザインが変更されたことにより、フォレスターの雰囲気が変わったなと思いました。このフォレスターウィングシート車の位置づけとしては、福祉車両なんですけれども、どこから見てもベースのフォレスターアドバンスですよね。福祉車両と聞くとなんだかかっこ悪いといったちょっとネガティブなイメージがつきやすいんですけれども、見た目ベース車と変わらないことが大きなポイントになるかと思います。やはりどこから見てもフォレスターアドバンスです。これが福祉車両と思えるエクステリアですよね。ただ反対側に回り込んでいくと、助手席がせり出しているので、あ、これはウィングシート車なんだとお分かりになるかと思います。次はですね、内装を見ていきたいと思いますが、内装はですね、基本的にフォレスターアドバンスの内装になります。このようにクリーンサイドシールも備わります。運転席はベース車と同じになりますが、助手席の質感が変わります。このあたりは後ほど確認していきたいと思います。次はですね、後席を見ていきたいと思いますけれども、後席もですね、基本的にはフォレスターアドバンスの内装と同じになります。後席側にもこのようにクリーンサイドシールが備わっています。ウィングシート車であっても、フォレスターが持つ装備面の妥協はありませんね。このように後席シートヒーターなども装備されますが、前席に関してはウィングシート側には、シートヒーターは装備されません。ドライバー側のみシートヒーターが装備されます。それでは実際にウィングシートを動かしてみたいと思います。今回はリモコンを使いますが、まず電源を押して上下ボタンを長押しします。そうするとゆっくりシートが動き出します。いかがでしょうか。こちらのタイプは電動式なので、地上高の高い SUV でも利用者、介助者に負担なく乗降できますよね。シートは滑らかかつゆっくり動いてくれるので、とても安心感があると思います。そしてシートが車内に入ったら回転しながら収まります。シートの位置調整はこちらのボタンで行います。そして背もたれの調整はこちらのボタンで行います。ウィングシートが車内に収まってしまえば、このようにベース車両とほぼ変わらないといったね、印象がありますよね。次はですね、このウィングシートを下ろしていきたいと思います。先ほどねシートを動かしましたけれども、このウィングシートを下ろす際はこのように自動的にですね、シートポジションが動きます。そしてもう一度下のボタンを押すとシートが回転しだします。しかしこのまま降りてしまうと、頭を頭上のピラー部に当ててしまう可能性があるので、ここで背もたれを自動的にリクライニングします。こうすることによって頭をね、頭上のピラー部に当てることなく安全にねシートを下ろすことができるんですけれども、ここからがね一つポイントで、頭が抜けた後、このねシートの背もたれが自動的にまた起き上がります。背もたれがね起き上がることによって、この後の立ち上がりであったり車椅子への乗降の姿勢が取りやすくなります。
それでは実際にウィングシートに座りたいと思います。本来ならば介助者がリモコン操作をしますが、今回は自分でやります。まず座ってみて感じたことは、ウィングシートは運転席と違いファブリック素材が使われていますが、座り心地は良いと思いました。そしてシートがピラー部手前に来ると背もたれが自動的に倒れ、頭を当てずに乗り込むことができます。さらに膝周りもダッシュボードに当たることなく車内に収まりました。このようにシートが車内に収まればベース車両と見分けがつきませんよね。次はですね、ウィングシートを使って降りたいと思います。降りる際は電源ボタンを押して下のボタンを長押しします。そうするとこのようにシートが回転して降りる準備を始めます。降りる際もシートが自動的に倒れることによってピラー部に頭が当たりませんでした。しかしこのままでは利用者、介助者ともに次の動作が大変なので、立ち上がったり車椅子に移乗しやすいように背もたれが起き上がります。人間は立ち上がる際無意識に重心移動をしているのですが、ウィングシートは立ち上がる際のお手伝いをしてくれます。次はこんなことも試してみました。生活する上でドアを全開にできないシーンってありますよね。果たしてこの後どうなるのか。このまま行くとドアに当たりそうですけれども、やっぱり当たってしまったか。ただですね、このスペースがあればなんとか軽解除で降りることができるので、やはりシートが回転するっていうウィングシートのメリットは大きいかなと思います。次はですね、ラゲッジを見ていきたいと思います。ラゲッジを開けるとベース車両にはないこのようなシートが装備されています。これは何かというと、車椅子を積み下ろす際に傷を防ぐバンパーガードマットになります。そしてこちらは車椅子を積んだ際に固定するベルトになります。フォレスターのラゲッジはこのサイズの車椅子を積載可能としますが、私の経験からいくと大抵の車椅子は大丈夫だと思います。そして車椅子を乗せても旅行に行けるだけのスペースはありますね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はですね、フォレスターウィングシート車をご紹介しました。このようなね、福祉車両は実際コンパクトカーの方がね、使い勝手が良かったりする場面もあるんですけれども、見晴らしが良く乗り心地が良く、フォレスターウィングシート車は福祉車両として向いていると思いました。こういった福祉車両はベースモデルの影に隠れがちなので、ご存じない方もいらっしゃるかと思います。しかしこれからの時代はこういった車にも目を向けていく必要があると思っています。そしてこの動画を通してスバルにも福祉車両があるんだぞということを知っていただければ幸いです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。引き続きチャンネル登録もお待ちしています。